週刊ヤングマガジンに不定期連載中のあだち、アキラによる日本の漫画である。2016年2月20日発売後より、月刊ヤングマガジンに移行した。続編コミックスのタイトルは、総天然職場化指定。平成15年度第7回文化庁、メディア芸術祭優秀賞受賞。非制道 PN の期間限定 CM として実写化された。さらに、2009年10月から2010年6月までは、ご指定物語のタイトルで、テレビアニメが放送されていた。東京都豊島区は菅も、年配者が多く住む、この町に幼い双子の指定が住んでいた。多忙で留守がちな両親を持つ二人は、町の人々に育てられ、少しずつ成長していく。本作の主人公で、 東京都豊島区菅も在住の双子の姉と弟。両親は多忙でほとんど家を空けており、二人暮らし状態だが、非常に裕福なのと、周囲の人々の気配りのおかげで、不自由なく暮らしている。大体の時間を二人で行動しており、どこへでも出かけていき、誰とでも仲良くなる。何事にも興味を示し、何でも美味しく食べる。非常に運が良く。 迷子になっても誰かが助けてくれる。かなりの喧嘩家で神経質な人間が屋台の食べ物だとお腹を壊すと言っている横でバクバクと食べる。当初は警察からも札付きの悪と恐れられていた。連載初期の頃はタイトル通りの馬鹿指定だったが次第に才能豊かな指定になっていく。4歳の誕生日を機に両親と同居するため、 巣鴨の隣町である山戸里に引っ越す。ご指定物語のタイトルで2009年10月10日から2010年6月26日までテレビ朝日他にて放送された。スタッフは主に前番組であるあたしんちや2002年から毎年夏に放送されている戦争動画シリーズから構成されていた。基本的にアニメ版のオリジナルの話が多く、 原作から採用された話はほとんど存在しなかった。視聴率は前番組のあたしんちよりも低い2%から3%台で推移していた。放送日は全てテレビ朝日のもの。ご指定物語に関するカテゴリー。ありがとうございます。